与えられたことだけをやるのではなく、自分の意志で自らそれを探し取り組んでいくこと、これもまた想像力を鍛えていくためには必要不可欠な行動であり、これができなければ己の人生を設計することもできない。人生とは今この一瞬の発想力、想像力、想像力の積み重ねである。わかりやすく説明する。日常を振り返ってみればいい。常にルーティーンが存在しているはず。毎日異なる時間に起き、異なる時間に食べ、異なるものに乗り、異なる場所に行き、異なる人と出会い、異なる仕事をし、異なる話をし、異なる場所で寝る人など皆無に等しい。そのサイクルの長短はあれど、すべての人にはルーティーンが存在する。人生はそのルーティーンの集合体と考え、仮に人の一生を80年とした場合、その80年という一生は1年かける80回のルーティーンとも言える。そして1年は1日かける365回となる。1日は1時間かける24回となり、1時間は1分かける60回、1分は1秒かける60回のルーティーンというわけだ。この説明を聞くと誰もが、そんなことは言われなくてもわかってるとなるだろう。この説明において大切なことは何か。つまりこれは、この瞬間の発想、思考、行動、イコール人生になるということだ。今、この瞬間に、ああだるい、ああめんどくさい、と思う人は、この発想思考の積み重ねで形成される人生となるということだ。これを人生の方程式と呼ぶ。人は瞬間瞬間の思考の積み重ねによってその人生が形成される。この言葉を聞いてもピンとこない人が多いが、先の説明で理解ができるだろう。